どうもご視聴ありがとうございます。エイトビットチャンネルのビアンです。このチャンネルでは戦車や車に関する情報の動画を投稿しております。よろしければ皆さん最後までお付き合いください。今回はですね、私のステップワゴンなんですけれども、本格的な冬を迎えるにあたりまして、ベースコート、トップコートのやり直しというのをやっていきたいと思います。コーティングの前準備ですね、洗車、研磨、下地処理、こちらにフューチャーして、洗車の方を行っていきたいと思います。それでは洗車スタート。はい、今回はですね、洗車編ということで、こちら前編になります。で、後編のですね、研磨&コーティング編、こちらは、別動画でご紹介させていただこうと思うんですけれども、まずですね、足回りの洗浄から行っていきます。使っていくのはガレージセラピーの用品ですね。こちらをメインに使っていきます。アイアンオキシド、鉄粉除去剤ですね。こちらをホイールの方に噴霧して、鉄粉の反応を待つ間、タイヤハウス、こちらを先に洗浄していきます。使っているカーシャンプーはガレージセラピーのホイールシャンプーになります。こちらのシャンプー、中性なんですけども、汚れ落ちが良くて、さらにいい泡立ちも良くて、泡持ちもいい。で、泡切れも悪くはないですよね。鉄粉除去剤を流していきまして、再度、アイアンオキシドをホイールの方に噴霧してから、ガレージセラピーの、ホイールシャンプーを、IKS フォームプロ2ですね、こちらでホイールの方に噴霧しまして、まずは、リムの内側、こちらからイージーディテールブラシを使って、ゴシゴシとシャカシャカと、かき出していきますと。で、ご覧いただいてわかるように、この泡立ちすごいんですよね。とにかく。ガレージセラピーのホイールシャンプーは、今年一番感動したホイールシャンプーですね。で、細かいところをディテーリングブラシでシャカシャカと、こちらもやっていきます。汚れがひどくない場合はですね、中性のカーシャンプーで全然いいと思うんですけれども、こちらのシャンプーでもすべて足回り、洗っていっております。で、今回はブレーキキャリパーまできっちりと、洗いまして、これは神風コレクションの、ホイール用のミットですね。これを使って、洗っていっております。リムの裏側ですね。手の、届きにくいところ、こういうところも洗っていきます。で、タイヤの方、こちらはですね、バイカンのハンドルブラシというのを使っていっておりますけれども、これが毛の腰がね、絶妙に良くて、さらに硬すぎないで、非常に傷もつきにくいんじゃないかな。ホイールに万が一当たったとしても傷がつかないようなブラシになってて非常に使いやすいです。で、洗い終わったら一旦泡を流して、ガレージセラピーのセラミックシーラント、こちらを使っていきますけれども、ご覧のようにね、ウェットコート的な使い方ができるんですね。スプレーして高圧でジャーって流す。別にシャワーでもいいんですけどもね、できるだけこの強めの水圧の方がいいと思います。で、成分残りがあると、良くないので、泡が見えなくなるまで流すんですけども、ご覧いただいたように、バチバチと発水しておりますよね。これ、すごいなと思いましたね。本来であれば、塗り込んで拭き取るっていうやつなんですけれど、こういう使い方もできるよということで、ご紹介させていただきました。後編の研磨&コーティング編では、ボディの方にも、使っておりますということで、では、ボディの、洗浄の方に入っていきますけれども、まずはプレウォッシュですね。しっかりと高圧で全体の、砂ぼこり等を洗い流していきます。で、今のボディの状態は結構ね、撥水の方はしてるんですけれど、傷とか、水垢ですね、ウォータースポットなんかが、割と残ってる状態、画面にはね、映らないとは思うんですけれどね。そういうところがちょっと気になってた、洗車傷とかもかなり増えてる状態でしたので、今回ね、コーティングのやり直しということで、しっかりと洗車の方を行っていきます。続いてスノーフォームでですね、表面の汚れを浮かしていくんですけれども、使用しているのはガレージセラピーの、スノーフォーム V2 というカーシャンプーになります。これを10倍希釈したものになっております。こちらはですね、弱アルカリ性になるのかな。ですね、非常に泡感がいいということと、汚れの浮き方とかもね、かなりいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、香りもすごくね、いいですね。爽やかな香りがします。うん。で、細部洗浄の方に入っていきますけれども、
ながら戦車のダッシュ&マルチクリーナー10倍希釈したものをスプレーしながらディテイリングブラシでシャカ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 と、ミッドやスポンジの入っていかないところですね、こういったドアハンドルの周り、それから給油口の付近ですね、それからエンブレム周りですね、こういったところですね、これをディテイリングブラシを使いながら最後をシャカ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 と汚れをかき出していくというイメージでやっていきます。細部洗浄の方が終わりましたら、スノーフォームの効果作用がね、だいたい5分から10分ぐらいで作用しますので、まあ、冬場は乾きにくいので全体に噴霧してもね、あまり乾かないと思うんですけど、あまり乾かさない方がいいですね。やっぱり夏場なんかは少し時間短めで、乾きそうだなと思ったら、再度ですね、水をかけたり泡を足したりということをしていったらいいと思います。でスノーフォームは下から上へ流していきます。泡の対流を長くすることと流し残しがないようにということで、下から上へ流していくとそういった、効果が得られます。はい、それでは、コンタクトウォッシュをしていくんですけれども、ここでですね、カープロのディスケールという酸性の、カーシャンプーを使っていきます。これは脱脂作用も、あるカーシャンプーになっておりますね。このディスケール、だいたい20倍で、噴霧して、このアンバーカムという感じになるんですけども、酸性のシャンプーになっております。で、冬場はですね、まあ、バケツ洗車でもいいんですけれども、このように泡をかけても、まあ、乾く心配っていうのがなかなかない。まあ、この日の、天候が曇りということもありまして、若干ね、雨も降ってきてたんですけれど、ね、そういった状態で泡をかけて、潤滑性を高めた上で、傷の入るのを防ぐという意味合いで、こういったことをしております。で、クロス洗いですね。これは、ダイソーのコーラルフリス洗車タオルっていうタオルなんですけれど、これがですね、手洗いにすごくいい。非常にね、いいんですよ。で、ちょっとね、糸くずが出るんで、乾いた状態で使うと、あんまりよろしくないんですけれど、こういうふうに手洗い洗車で使う場合にはね、非常に価格も安いので、汚れたらパッともう捨てちゃえる感じになるので、もう消耗品ということで、ダイソーのコーラルフリス洗車タオルを手洗いで使うっていうことをよく私はやっております。で、すすぎの方で純水で一度、きれいに流していきますけれども、先ほどの弾きがちょっと弱くなってるなっていうのがわかるかなと思うんですけれども、うん。まあ、脱脂作用もある、カーシャンプーになっておりますので、まあ、今、疎水みたいな状態ですね。こういう感じで。で、このボンネットの状態なんですけれども、硬化コーティングが入っています。で、サイドとかも、硬化コーティングは入ってはいるんですけれども、まあ、トップコートは完全に落としたいなということで、今回ね、割と徹底的に洗っていこうな、かなというふうに思っています。ただ、まだ、完全に落ちた状態とは言えないので、これで、ここからですね、いろいろ、鉄粉除去やら、何やらかんやらっていうのを行っていくんですけれども。で、ベースコートにしろ、トップコートにしろ、コーティングを行う前、それからやり直しをする前っていうのは、表面の汚れとかを、きれいにした状態、それから、まあ、なるべく、硬化コーティングなんかを行う場合は、研磨をしていくのがいいのかなと思います。続いて、鉄粉除去ですね。保有の時にも登場しました、ガレージセラピーのアイアンオキシド。こちらを使っていきますけれども、このアイアンオキシードがですね、ちょっと粘性が高いのかなと、それから洗浄成分がある感じがしますね。で、香りがですね、鉄粉除去剤独特のパーマ液みたいな香りが非常に少ない。うん、で、ある程度水垢汚れっていうんですかね、スケール汚れにも作用してくれるっていうような鉄粉除去剤になってて、非常にですね、使いやすいかなと思います。で、塗り広げてですね、ちょっとここを高圧で流すんですけど、高圧で流すのちょっとボンネット映ってなかったんですけども、しっかりと流していきます。で、私の車はですね、割と頻繁にメンテナンスとかを行ってて、鉄粉除去とかも割と頻繁にやってるんで、こういった優しい除去方法でやっておるんですけれども、やっぱりがっつり鉄粉がついてる車っていうのはまああるんですけど、そういう車には鉄粉除去剤だけだとやっぱ取りきれないってことがありますよね。
そういった時は粘土、それからクレーパッドっていうのが必要になってくると思うんですけども、ただやはり傷のリスクっていうのがあるので、そういった場合は研磨を行っていかないといけない、それから傷埋めとかを行っていかないといけないので、まあそういうのが怖いなっていう人はこういうふうに、まあ、1ヶ月に1回程度でいいと思うので、鉄粉除去剤をこう噴霧して塗り広げてしっかりと流す、できれば高圧で流すといったことをやっていただければ、割と、それから洗車の頻度が高い人っていうのはね、割と鉄粉つきにくいので、そういったことをメンテナンスしていただければなと思います。で、今油分除去ですね、トップコートを完全に落としたいということで、まずはですね、これは神風コレクションさんの、神風クレンジングですね、湿式施工です。湿式でこういうような、マイクロファイバーのアプリケーター、それからスポンジとかでですね、塗り広げて、まあ、何往復かしてもらって、それから水で流すというふうな油分除去クリーナーになっております。で、水で流すと、浸水状態ですね、水がべちゃーっとする感じ、弾かなくなるので、そこまでいけば、油分が除去できているよということになります。で、ここ分かりやすいかなと思うんですけども、サイド側の変な弾き方してますよね。ちょっと撥水が残ってる部分があったり、撥水してる部分があったりっていうんですけれども、これをやっていきます。神風クレンジングを塗り広げる。で、何往復かする。で、それから水で流していきますけれども、ご覧いただいて多分ね、わかると思うんですけれども、まあ、もうちょっとすればわかるんですけど、まだ弾いてる部分があるんですよね。残ってるんですよね。ここ。今画面の中央あたりですね。まあ、変な引き方してますよね。これがまだ落ちてないところ。こういうところがあったら再度、クレンジングを塗り広げて、反復化してからまた水で流すということをすれば、きちんと全体的な浸水状態になっていくので、そういった、感じになれば、表面の油分っていうのが完全に落ちてくれたなということになります。で、注意しなきゃいけないのは、硬化コーティングやガラスコーティングをしている人は、力を入れすぎるとそういうのが落ちちゃう可能性がありますので、まあ、落としていいよっていう人はもうガシガシやっちゃってもいいんですけど、でも傷の原因になるので、あくまで優しく塗り広げて、何往復かしてから水で流すということをやっていただければいいかなと思います。で、神風クレンジングを、行った後なんですけども、ちょっと成分残りっていうのが私気になるので、再度洗車ですね。まあ、再びディスケール。これを泡で噴霧して、洗いの方をやっていきます。で、神風クレンジングの成分残り、濃色者だと特に分かりやすいんですけど、若干白く残るんですよね、成分が。で、それはしっかり流すか、このように再度シャンプー洗車を入れていただければいいのかなというふうに思います。はい、それから、水の方でしっかりと流していきます。何回洗うねんって感じですけれども。まあ、洗車でだけで下地処理をするっていうんであれば、さらに下地クリーナーとかも入れないといけない感じになるんですけど、この後ね、ボンネットは、研磨の方を行っていきますが、こういう脱脂洗車が終わった状態で、水の引き方っていうのが、きれいにさーっと疎水になっていく。浸水疎水になっていくっていうのを、ご覧いただけるんじゃないかなと。全体的にスーッと水がきれいに引いていくようになれば、まあ、トップコート表面上は落ちてくれたのかなという感じですね。はい。で、この後、研磨コーティングの方に入っていくんですけれども、タイヤのツヤ出しを先にやっちゃいます。ガレージセラピーのタイヤセラムですね。これを使っていきますけど、これが意外に良かったですね。水性なんですけれど、まあ、ツヤはそんなにギラギラする感じじゃないんですけども、ね、しっとりとした新品のようなツヤになって、汚れにくいんですよね、非常に。今、タイヤワックスの、はみ出しを拭いていっております。といったところで、前編の洗車編、終わりになります。
はい、後編にありますけれども、後編は、研磨、ボンネットの研磨ですね。それから、翌朝、さらに、コーティングと、いうふうに移っていきますけれども、サイドら辺も、軽研磨ということでね、これも下地処理剤を使っていっておりますけれども、これ翌日の様子です。今回2日間にわたって、やりましたけれども、まあ、硬化コーティングの、乾燥時間とかも、変わって、ちょっと計画的に、やったんですけれども、まあ、後編の方をね、見ていただければと思うんですけれども、かなりね、仕上がりの方、まあ、ちらっと今、映しますけれどもね、満足できるような仕上がりになったな、というふうになります。で、続きは、後編の研磨コーティング編へということで、では、今回の動画以上となります。はい。最後までご視聴ありがとうございました。この動画ちょっとでもいいねと思っていただいた方、高評価、チャンネル登録、ご意見、コメントお待ちしております。それでは次回、研磨コーティング編でお会いしましょう。